度は岩沼ショートコーナーなどはなさそうです。滞空時間の長いボールフリーでヘディング、ゴール前混戦になる、押し込んだ長野先制。やはり得意のセットプレーから滞空時間の長いボール、最後は中スクランブルの状態になりました。ここで津波がフリーになってヘディング、押し込んだのは松原です。20番の津波がフリーでした。そしてそのボールを松原が押し込んで先制ゴール。